準備 OK。 皆さんこんにちは。今日は妖怪ウォッチの百裂キャノンで遊んでみるよ。それでは早速ポッポキタイム、イエーイ。もう1ページあるよ。うわ見て、3枚あるよ。これがまずは鉄砲みたいなのを作るよ。全部だよ。枠ができました。イエーイ。よし、できた。やっとできました。できました。ひらーん。まず左手の手を手首まで入れて、この青いところを持つよ。そしてジュニアが引っかかってあるよね、ここ。それをグイーッと引っ張って、ここの穴があるよね、そこまで引っ張ってかけます。この黄色いところをやるよ。下に下げると、ふぅー、ジュニアが飛ぶよ。すごい、すごい。イエーイ、行くよー。せーの、よし、あー、よし、きたー、よし、お、ビンゴー。難しい。行きます。なんで上行っちゃうの。Hello。